はいどうもえー今日も一日お疲れ様です大丈夫かなオッケーえー、っとまあうんいろいろねやってましたようんちょっとねうーんなんか長いけどまあではすぐにパッてすれちゃうんでいやいつの間にかもう週末ですがはい明日金曜日なんでねなんとか乗り越えていきましょうはいということで いいや強かったよま天て。これはね違うんだ。これ初めてじゃなくて、その後何回か1回ぐらいやってやったね、やつはね。ちょっとでエえたん中に、ね、これカタツムリクですよ。超ちっちゃい。超ちっちゃかった。で、これソーセージパンですね。で、えー、これがね、これが初めてクリアした時のやね。これだ。これだ。これのやつと。 あと初めてクリアした時のこれがディザルトですね。まあその時最初は何も出なかったけど、その後もうソロで1回か2回くらい行った時に出てきてくれたんで、とりあえずタッチ作りました。この後多分、あの、体験、あと奏剣とか作ると思うんだけど、いやね、結構強いっぽいんでね、てか強いね、結構もう紫ケージがあるだけで安心感あるし、もうすごいわ、うん。あと50人剣もね、つけてるんで、そこでも結構長い、もうほんと紫ケージ長いんで、そこめっちゃいいっすね、ほんと。 五字報は弾きたいけどまだ石がない <laughs> 配布衣装待ってますもうセルナー1位になったんでね確かねでこれだねこれはあんまり今ちょっと申し訳ないけど見てほらこれね3人の長寿限定キャラたちがええー、長獣じゃねえかあ長寿だうんでえっとだからまた音楽に時計のキャラとして出ると何この衣装 <laughs> このぶっ飛んでるよねマジではい この真ん中の電源ね電源と電気くんとえー、っとこれさ真ん中ねこれ何をイメージしてるんだこれ金木製かな分かんないけど関係あるくじと、うん、わ分かんないわはいてな感じで一番よかったのはなんか本当とに便箋なね最近本当にもう流行ってるよね今更だけどで今ちょうど有名なモンハンの実況の方とかいろいろ見てるんだけどもう2年前なんだね すごいわで白猫もねもうちょっとで10周年あと3日で10周年なんで頼むぜ本当にセルナン多分一応無理だけどはいということで終わります